ヨン・アルネセムンセートリーセは、ノルウェーのモルデ出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダーで、主に左サイドバックを務める。左サイドハーフとして、ミッドフィールダーで起用されることもあった。サッカーノルウェー代表の最多出場記録の保持者である。実定のビオルンヘルゲリーセもサッカー選手である。リーセは、地元のプロクラブオーレスンエ FK でキャリアをスタートさせた。 デビュー2シーズン目から、レギュラーの座をつかむと、1998年に、自身のキャリアの土台となる時期を過ごすリーグアンのエース、モナコに引き抜かれた。2005年4月、オーレスに FK が彼らの新スタジアムを開設した。地元の経営者であったオラフニルススンでは、スタジアム建設記念にリリセの銅像をクラブに寄付した。現在もそのまま残っている。この銅像は、当時は、 リーセの知名度の低さから誰を称える銅像かを認識できない人が多かった。2007年 UEFA チャンピオンズリーグ決勝の舞台に立ったリーセは試合後母国ノルウェイのリポーターからこのことを尋ねられ俺がもっと有名になればいいだけの話。そうすればドイツも銅像を見ればすぐに俺だとわかるはずさ。と返答した。リーセは モナコで1999の2000シーズンのリーグ制覇をレギュラーとして経験したが、当時の監督クロード・ピュエルから完璧な信頼を得られておらず、シーズン終了後にモナコを退団することで両者合意した。リーセにはプレミアリーグ、特にフラム FC やリーズ・ユナイテッド FC からの接触があり、両クラブは400万ポンドの遺跡金を用意したが、 モナコ側の要求は600万ポンドであったため、これらの移籍は実現しなかった。リーセを換金したかったモナコは結局、リバプール FC に400万ポンドでリーセを売却した。リバプールでのリーセ2001年8月24日、フルスモナコのホームスタジアムスタットルイドで行われた UEFA スーパーカップの FC バイエルンミュンヘン戦で移籍後公式戦初出場。 デビュー戦ながら3から2での勝利につながるゴールを決め、自身のリバプールにおける最初のタイトルを獲得した。また、リーセはプレミアリーグでもたびたび重要なゴールを決めている。リーセは加入意向性番号18番を着用していたが、2004から05シーズンから6番を着用し始めた。この6番は直前までマルクス・バッペルが身につけていたものである。 2002から03、2003から04シーズンにおけるチームの評価は、かもなく、不可もなくであったが、2004年に監督が、ラファエル・ベニテスに代わるとすぐに、レギュラーとして活躍。2004から05シーズンには、ハリー・キューウェルの長期離脱のため、左サイドハーフを任され、9ゴールを記録。UEFA チャンピオンズリーグ2004から05、決勝でも左サイドハーフとして、 先発出場。決勝は AC ミランを相手に3点のビハインドを追いついての劇的な PK 戦勝利でこの大会の優勝に貢献した。2005年のリーグカップ決勝では試合開始45秒でゴールを決めた。これは大会史上最速のゴール記録樹立となったが試合自体はチェルシー FC に延長戦の末にから三で敗戦した。2006年1月 アンフィールドで3年間の契約延長をした。また、2年後には、現役引退までリバプールに泊まることを発表した。2005から06シーズンの FA カップ準決勝では、チェルシーと対戦し、この試合唯一のゴールを決めた。決勝では、ウエストハムユナイテッド FC を破り自身初の FA カップタイトルを獲得した。2006年の秋、リバプールは、 アウェイゲームで勝ち点を落とす試合が増え始め、ホセ・マヌエル・レーナや、ジェイミー・キャラガーらが、リーグ優勝を諦めたかのような発言をしたことに、リーセが反応し、俺たちは諦めない。しかし臆病者は諦める。と発言した。エバートン戦でのリーセ2008年1月15日、ルートンタウン FC に先発フル出場をしたことで、リバプールにおける、公式戦出場数で50位にランクインした。 この記録達成は、わずか7年間の出来事である。UEFA チャンピオンズリーグ2007から08、準決勝ファーストレック、ホームでのチェルシー戦では1-0とリードした後半、ロスタイムに、相手のクロスをクリアしようとして、ダイビングヘッドをするもオンゴールとなってしまい、引き分けに終わる。結局アウェーでは延長戦の末1点差で敗れ、リバプール敗退の先般となってしまった。 リバプールでの2007-08シーズンにバレンシア CF から移籍してきたブラジル人 DF ファビオ・アウレリオにポジションを奪われたことや戦術のミスなどが原因で移籍を希望するようになったリーセは2008年6月18日セリエ A の AS ローマに移籍したローマはリバプールに対して500万ポンドを支払ったまた移籍金は一括ではなく2年に分けて 分割で支払われる。加入してからもハードワークを続けたことで、ローマファンからの支持を集め、上位陣撃破に貢献するプレーを見せた。実際、リーセのローマ遺跡後初ゴールは、前年度チャンピオンのインテル戦である。2ヶ月後の AC ミランとの重要な一戦では、ゴール右上に突き刺した、フリーキックと一つのアシストで3から2での勝利に貢献。 この試合の MVP に選出されている。その他ユベントス FC 戦などでもヘディングによるゴールを挙げている。2009年3月11日の UEFA チャンピオンズリーグ2008から09決勝トーナメント1回戦のアーセナル FC 戦では負傷したフ安ンの代わりに急遽 CB に入り穴を埋めてみせるなど攻守に活躍し、この試合のマンオブザマッチに選ばれた。 フラムでのリーセ2011年7月6日に3年契約でフラム FC に移籍。イングランドには3シーズンぶりの復帰となる。なお、これによって弟ビオルンと同じチームに所属することとなった。7月21日の UEFA ヨーロッパリーグクルセーダーズ FC 戦でデビューした。2014年5月23日、クラブから放出された。 2013年5月6日に代表引退を表明した。2014年9月1日、アポルニコシアに加入した。2016年6月13日、現役引退を発表した。2016年8月18日、現役引退を撤回し、インディアンスーパーリーグのチェンナイン FC へ入団が発表され、10月から12月に行われたリーグ戦に出場した。 2000年1月31日、アイスランド代表戦で、ノルウェー代表デビューを果たした。同年2月23日、トルコ代表との親善試合にて、代表初ゴールを決めた。そして同年に開催された UEFA ユーロ2 0 0 0にも参加したが、一試合も出場できずに終わった。これ以降、ノルウェー代表として、メジャー大会に出場することは叶わなかった。 それからおよそ10年後の2011年11月12日、ウェールズ代表と対戦したリーセはこの試合に先発フル出場したことで、ノルウェー代表通算100試合出場を達成した。2012年8月15日、以前からノルウェー代表最多キャップ数更新が期待されていたが、この日のギリシャ戦に出場したことで、これ以前まで、 ノルウェー代表の歴代最多出場記録の104試合を保持していたトルビョルン・スベンセンの記録を抜いた。最終的にリーセは出場数を140まで伸ばすが、現在もこの記録は破られていない。フラム FC の公式サイト上プロフィールによると、リーセは尽きることのないスタミナと力強いミドルシュートで知られ、完成された DF である。また、セットプレーにおいて、 非常に脅威となる存在である。主戦場は左サイドバックだが、緊急時には左サイドハーフさらにはセンターバックもこなせる。と記載されている。2019年1月4日、マルタのサッカークラブビルキルから FC のスポーツディレクターに就任したが、3ヶ月後に個人的な問題で辞任した。実定のビョルンヘルゲリーセも同じくサッカー選手であり、 ノルウェー代表にも招集されている。ヨンとビオルンは2011から12シーズンのみ、フラム FC でキャリアを共にした。リーセは幼馴染で、モデルのグリ・ハブネビクと2003年に結婚している。しかし、1年で離婚した。彼らの間には一人の女の子がおり、名前はアリアナである。リーセは、彼女の名前を自身の右腕にタトゥーとして入れている。 2007年、マリア・エルベガルドと再婚。2008年夏に挙式予定だったが、リーセの永遠スローマ遺跡の影響で1年延期され、1年後に近親者のみでニューヨークにて行われた。二人の間には一男一女がいる。リーセの左腕には、息子のパトリックという名前が彫られている。しかし、2012年7月にまたも離婚。2014年5月、 ルイス・アンジェリカと再婚した。ありがとうございます。